アレクサンドル・ドゥトフ・アレクサンドル・イリッチ・ドゥトフは、ロシア帝国、白軍の軍人、中将、オレンブルク・コサックのアタマン。1896年、オレンブルク・ニコライ幼年団。1898年、ニコライ騎兵学校。1908年、ニコライ参謀本部アカデミーを卒業。第一次世界大戦に従軍し、オレンブルク・コサック学校勤務。コサック連隊長補佐官を務めた。1917年3月、全ロシアコサック軍同盟議長に選出され、同年4月、ペトログラードへのコサック部隊の行進を指揮した。9月、オレンブルクコサックのアタマン県政府議長に選出。1917年11月17日、オレンブルクにおいて、ボルシェビキに対して蜂起。ドゥトフの部隊は、オレンブルクの外、チェリャビンスク、トロイツク、ベルフニエウラリスクを占領した。バシーリー・ブリヘル、エルマコフ等の赤軍部隊は、1918年1月18日にオレンブルクを占領し、ドゥトフの部隊を駆逐した。ドゥトフは、ベルフニエウラリスクに撤退して、勢力を回復し、2月、再びオレンブルクを襲撃した。しかしながら、ドゥトフの部隊は、ブリュヘルにより再び撃破され、トゥルガイステップに撤退した。この後間もなく、チェコ軍団と合流した。1918年7月3日、ドゥトフの部隊は、オレンブルクを再び奪取し、同年11月、アレクサンドル・コルチャークのロシア軍に編入された。1919年9月、ドゥトフのオレンブルク軍は、アクチュビンスク郊外で赤軍に敗れた。1919年9月21日、ドゥトフは新編のオレンブルク軍司令官に任命されたが、再び赤軍に敗れた。残余部隊はセミレーチエに撤退し、ボリス・アンデンコフのセミレーチエ軍と合流した。この撤退は寒気と飢餓に悩まされ、部隊は大きく損耗した。セミレーチエ撤退後、セミレーチエ州総督に任命。1920年5月27日、部隊と共に中国に渡り、新京省入り同水帝県に移住する。1921年3月7日、同地にて、ソ連内務人民委員部のエージェントカスイム・ハン、チャヌイシェフらにより暗殺された。遺体は同地に埋葬された。ありがとうございます。